東ヨシノボリは日本全国に分布する淡水性のヨシノボリの一種。他のハゼ類と同じようにゴリとも呼ばれる。学名が確定する前はライナゴビウス SPOR と呼ばれ、OR とはオランゲタイプの略でオが大色をしていることに由来する。生体の体長は4から10センチメートルである。体の模様は目から鼻筋にかけて赤や黒の線である。 尾ひれには名前の由来となった大々色の斑点が見られる。しかし、小さな沼などに生息する個体は不明瞭な場合が多い。島吉登りともに個体数の多い吉登りで全国の河川や湖沼に広く生息する。吉登り類中、最も成熟体長や外部形態に大きな変異が見られる。生息域も多様である。河川では中流の聖や 浅瀬の背に多い。産卵期は5から6月で、水中に沈んだ木や石の仮面を、オスが掘って、産卵床を作り、メスを導き産卵をさせる。産卵後は、オスがメスを追い出して、巣穴で飼魚が孵化するまで卵を継続して保護する。孵化した後海に降りると考えられているが、海とつながっていないないため池でも繁殖している。その他の特徴については、 吉登堀を参照現在、東吉登堀とされているものは、かつて多くの方に分けられていた。今後の研究によって、いくつかの方や種に分けられる可能性が高い。などがある。ありがとうございます。